どうも、ひでです。今回はですね、キザにならない、普段使いしやすいハットの選び方、被り方ということでですね、それぞれ3つのポイントをお話ししていきます。ハットに挑戦してみたいと、まさに僕が被ってるこういったハットですね。こういったハットに挑戦してみたいけれども、ちょっとキザな印象が強くて、なかなか手を出すことができない。なんかカッコつけてると思われるんじゃないかと、ういうふうに思っている方、非常に多いんじゃないでしょうか。 現在ですね、バケットハットという風に言われる結構カジュアルなハットですね。そういったものが流行っていますので、なかなかこういったクラシックな形のハット、挑戦できないという風に思う方、非常に多いはずです。そんな方に向けて今回は、こういったハットですね。普段使いしやすいハットの選び方とか被り方。これをですね、お話ししていきます。これからハットに挑戦したい方、でもなかなか挑戦できないという風に思っている方、この動画、ぜひ参考にしてみてください。 はい。というわけでですね、早速お話をしていきます。で、今回はですね、ハットの選び方と、あと、被り方ですね。これ、それぞれ3つお話ししていきます。ごめんなさい、それぞれというか、選び方と被り方、合わせて3つのポイントですね。これをお話ししていきます。で、早速まず1つ目。これ何かっていうと、ツバが長すぎないものを選ぶということになります。 これね、ハットを選ぶとき、そのキザにならないハットを選ぶときにですね、非常に極めて大事なことになります。ハットって、当然こんな感じで、ツバの長さっていうのがあるわけですよ。ツバが短いものがある。ツバが長いものがある。そしてツバが中間のものがあると。こんな感じでですね、ざっくり分けると、だいたい3つのものがあるわけですね。短い、中間、長いという感じで、3つのツバの長さがあります。で、被りやすいハットを選びたいと、そういうふうに思っている方、 キザな印象が出ないハットを選びたいと。そういうふうに思っている方はですね、絶対にツバ長いものを選んではいけません。まさに僕が被っているようなこういったハットって選んではいけないんですよ。今見ていただいても印象として伝わると思うんですけれども、なんかこいつキザな印象だなと。そういうふうに思われているはずです。こういった印象になってしまいますので、ツバ長いものってのはですね、被りやすさを重視している方、こういった方はですね、選ばない方がいいわけですね。 当然ですね、唾の長さっていうのは長くなればなるほど、キザな印象強くなります。そして逆に唾が短くなればなるほど、キザな印象弱くなっていくんですね。かなりカジュアルな印象っていうのは強くなっていきます。ですから、普段使いしやすいハットが欲しいと、そういうふうに思っている方は、唾が短いもの、もしくは唾バ中間ぐらいのものですね。こういったものを選んでいただくこと、非常にお勧めでございます。じゃあ、ツの長さって具体的にどれぐらいなのっていうふうに思うと思うんですよ。 まあ、パッと見で分かればそれでいいと思うんですけども、パッと見じゃツバの長さよく分からないと。そういうふうに思う方も多いはずです。そんな方に向けて、ツバの長さの具体的な目安ですね。しっかりと何センチから長く見えると。で、逆に何センチから短く見えると。そういったことをお話ししていきます。ツバの長さっていうのは5.5センチですね。これが基準になります。5.5センチっていうのが長すぎず、短すぎず。 ちょうど中間の印象なわけですね。なので、ツバの長さを選びたいと思ったら、6センチ以上を選んではいけないということになります。6センチ以上のツバの長さのハット。こういったものはですね、極めてキザな印象っていうのは強くなります。ギリギリ6センチぐらいであれば、まだマシだと思うんですけれども、6.5センチ以上になると相当長い印象が出ます。まあ、ただですね、初心者の方に関しては、6センチでもかなり長く思うと思うんですね。 なので、ツバの長さに関しては、6センチ以上が長くなると、キザな印象が出ると。これですね、まず覚えておいてください。で、逆に5.5センチ未満。要するにですね、5センチ以下のハットですね。ツバの長さは5センチ以下のハット。こういったものに関しては、かなりカジュアルな印象が強くなります。例えば4センチ、4.5センチ、5センチとかですね。こういったものに関しては、かなりカジュアルな印象が強くなって、被りやすくなります。 ですので、普段使いしやすいハットを選びたいと思っている方は、ツバの長さが5センチ以下のものを選んでいただくこと。これがですね、非常におすすめですね。ただですね、ツバって短くなればなるほど被りやすくなるんですけども、デメリットも存在します。このデメリット何かっていうと、ツバが短くなればなるほど、顔の大きさとか、あとは輪郭ですね。もっと言ってしまうと、エラです。これが非常に強調されやすくなってしまいます。 僕もそうなんですが、もともと顔が大きい方、そして僕こんな感じで見ていただいても分かる通りなんですが、相当エラが張っています。こういった方がツバが短いものを選んでしまうと、そのツバの短さによって顔が前面に押し出されるわけですね。で、結果的にもともとの顔の大きさとか、あとはエラ、これはすごく強調されてしまいます。なので、ツバが短いものが被りやすいと、そういうふうに思って短いものを選ぶこと、これ全然いいんですよ。 いいんですけども、もともと顔が大きい方とか、あとは僕みたいにエラが張っている方、こういった方に関しては、短すぎるものを選んでしまうと、それはそれで似合わなかったりするんですね。なので、そういった方に関しては、ツバの長さ、標準サイズ、さっきも言った通りなんですが、5.5センチのものを選んでいただくこと、これを強く推奨いたします。5.5センチのものを選んでいただければ、ツバ長いっていうふうに感じません。逆に短いっていうふうにも感じないんですね。 なので、顔の大きさ強調されることはありませんし、それプラス、刻な印象を出さずに被ることができると。いいとこ取りをできるわけでございます。ですので、普段使いしやすいハットを被りたい。そういうふうに思ってるけど、ツバが短いものを選んでしまうと、自分の顔の大きさ、エラこれは強調されやすくなってしまう。そういうふうに感じる方はですね、5.5センチのものを選んでいただくこと。これをですね、強く推奨いたします。いずれにしてもですね、ツバが長すぎるものを選ぶこと。 これはですね、おすすめできません。具体的にお伝えをすると、さっきも言った通り、6センチ以上のものを選ぶことですね。これは避けてください。そうするとですね、かなり被りやすいと思います。はい、そして続いて2つ目のコツですね。普段使いしやすいハットの選び方、被り方。2つ目のコツ。これ何かっていうと、素材と色のバランスを考えて選ぶということになります。なんかこいつ難しいこと言ってやがると、そういうふうに思った方も多いんじゃないでしょうか。 これ具体的にお話をしていきます。まず使われている素材なんですが、ハットに関しては使われている素材、いろんなものがございます。例えば僕が被っているこういったコットン素材であるとか、あとはですね、本当に紳士的な印象が強いフェルト素材ですね。こういった画像のものでございます。皆さんも想像できると思うんですけれども、こういったフェルト素材のハット、本当にオーセンティックな昔からあるようなフェルト素材のハットですね。こういったものもございます。 であとはですね、ナイロン素材のものとか、麻素材のものとか、たくさんの素材が使われているわけですね、ハットに関しては。まあ、ハット以外にもそうだと思うんですけども、たくさんの種類のハットっていうのがございます。たくさんの種類の素材のハットがございます。で、あとは色に関しては、例えば僕が被っているこういったグレーとかもありますし、あとは定番の黒とか、そういったものもございます。で、あとはですね、ちょっと派手な色とかもあるわけですね。例えば青とか赤とか緑とか、そういったものもございます。 あとはブラウンとかそういったこうちょっと落ち着いた色のものっていうのもあるわけですね。で、今お話しした通り、素材と色っていうのが色々あるわけじゃないですか。で、これでキザな印象にならないようにしようということなんですよ。例えばどういうことかっていうと、僕が被っているハットを例にしてお話しいたします。僕が被っているこういったハットって使われている素材、さっきも言った通りなんですけども、コットン素材なんですよ。綿100%が使われています。 で、綿100%っていうのは、綺麗めとカジュアル。どっちかっていうと、カジュアルな印象があるわけですね。これは例えば洋服とかでも同じだと思うんですけれども、ウール素材が使われているニットと、あとコットン素材が使われているニット、例えばユニクロのニットを想像していただきたいんですが、この両者のニットですね。これ比べていただくと、どっちが綺麗めな印象があるかっていうと、 多分、ウール素材のニットだと思うんですよ。もちろん使われているウールの種類にもよると思いますし、使われているコットン素材にもよるとは思います。なんですが、基本的にはウール素材の方がなんか高級に見えるわけですね。パッと見の感じ、すごい高級感があるわけじゃないですか。ウール素材っていうのは。まあさっきも言った通り使われているウール素材にもよるんですけども、どっちかというと、ウール素材っていうのは基本的にちょっと綺麗めな印象がありますで。一方でコットン素材っていうのはカジュアルな印象があるわけですね。 なので、このハットに関しても、どちらかというと、カジュアルな印象は強くなっています。素材だけ見ると、カジュアルな印象は強いということです。さっき画像でお見せしたようなフェルト素材ですね。ああいったものに比べて、相当カジュアルな印象は強いと思います。そして、色について見ていきます。色に関しても、このハットは、黒よりもちょっと明るめのグレーになっているわけじゃないですか。もちろん、めちゃくちゃ派手なグレーをしているわけではないんですけども、こういった黒よりも若干明るくなってますよね。 なので、色に関してもちょっとカジュアルな印象があるわけでございます。これで真っ黒のハットですね。まあこれハットじゃなくてキャップなんですけども、これで真っ黒の色をしたハットっていうのは、だいぶ綺麗めな印象があると思います。それなんでかっていうと、黒という色自体が綺麗めな印象を持っているからですね。 色っていうのは基本的に暗くなればなるほど綺麗めな印象が強くなります。逆に明るくなればなるほどカジュアルな印象っていうのは強くなるんですね。なのでこうやって黒が使われているハットに関しては相当綺麗めな印象があります。もともとハット自体が綺麗めな印象があるので黒を選ぶとかなり綺麗めな印象が強くなります。なんですが一方でこのハットっていうのはですねグレーなわけですね。なのでちょっとだけカジュアルな印象があるんですよ。 もちろん派手な色ではないので、めちゃくちゃカジュアルかといったら全然そんなことないんですけども、黒に比べたらちょっとカジュアルな印象があるわけですね。で、まとめると、このハットっていうのは、使われている素材がコットン素材でカジュアルな印象があるわけじゃないですか。で、色に関してもちょっと明るめ。黒よりも若干明るめなので、少しだけカジュアルな印象があると。要するに、ちょっとカジュアルな印象があるわけですよ。 素材と色によって少しだけカジュアルな印象によっているわけですね。ハットという形自体はかなり綺麗めな印象があると。先ほどもお話をした通りなんですが。なんですが、素材と色によって少しカジュアルな印象によっている。だから、キザな印象があまり出ていないということになります。もちろん、このハットに関しては、ツバがめっちゃ長いです。なので、ツバが長いことによって綺麗めな印象は出ているとは思います。 なんですが、通常のハット、フェルト素材のハットとか、色が黒いハットですね。こういったものに比べるとかなりカジュアルな印象が出ているはずです。そんな感じで、素材と色のバランスを見ていくというのが大事なんですね。例えばこれ見てくださっている方って、おそらくハットを選びたい方、多分黒を選ぶ方多いと思うんですよ。まあ黒っていうのは定番の色ですから、まあまずは黒から挑戦しようかなと。そういうふうに思うじゃないですか。で、 黒いハットで、なおかつ素材もフェルト素材とか綺麗めなもの。こういったものを選ぶとかなり綺麗めな印象が強くなります。素材も綺麗め、色も綺麗めということになると、どっちも綺麗めな印象が強くなるので、それプラスハットが持っている元々の綺麗めな印象。これが相まって、綺麗めな印象相当強くなります。 まあそれが好きな方は全然それでいいとは思うんですけども、なかなかそれは苦手だと。そういうふうに思っている方は、素材と色の選び方のバランスで調整していくということですね。 例えば素材がフェルト素材。さっきから画像でお見せしているようなフェルト素材のものを選びたいと。そういった方であれば、例えば色は僕が被っているようなちょっとグレーに近いものを選んでいただくとかですね。そうするとカジュアルな要素プラスされますので、綺麗めな要素がちょっと少なくなって、刻な印象が少なくなっていくということになります。逆に黒を選びたいと。 そういうふうに思っている方は、素材を例えばコットン素材にしてみるとか、素材をカジュアルな印象のものにしてみるとかですね。そうすると色は綺麗めなんですが、素材はカジュアルな印象があるわけじゃないですか。コットン素材なので。なので、キザな印象がこれもこれで弱まるということですね。そんな感じで、素材と色のバランスを見て選んでいただく。要するに、どっちも綺麗めなものはあまり選ばない方がいいということになります。 もちろんですね、さっきお話ししたツバの長さ。これ短いものを選んでいただければ、素材と色、どっちも綺麗めな印象を選んでも、あんまり綺麗めな印象強くなりません。そもそもツバが短い時点で、カジュアルな印象っていうのは相当強くなります。ハットの印象って、やっぱりツバの長さが一番大きいんですね。 ですから、ツバが短いものを選んでいただければ、もうその時点でかなりカジュアルな印象になるんですよ。なので別に素材と色を綺麗めなものにしても、そこまで綺麗めな印象って正直出ないですね。なのでそれはそれでいいんですけども、例えばそれでもちょっと抵抗感があると。そういうふうに思う方も多分いると思います。なのでそういった方に関しては、素材と色でバランスをとっていただくこと、これですね、ぜひ頭に入れておいてください。結構選びやすくなると思います。 はい。そして最後、三つ目ですね。普段使いしやすいハットの選び方、あの、被り方。三つ目のコツ。これ何かっていうと、着こなしをカジュアルな要素を多めにするということになります。そもそもハットっていうのは、もうさっきからお伝えをしている通り、そして冒頭からお伝えをしている通りなんですが、そもそも綺麗めな印象は強いです。帽子自体に綺麗めな印象は強いわけじゃないですか。もちろんですね、さっきも言った通り、ツバの長さとか、あとは素材とか色。 ここでバランスを取ることっていうのは全然できます。こっちでカジュアルな印象を多めにしていく。要するに言い方を変えると、キザな印象を少なくしていくと。こういったことも当然できるわけですね。なんですが、それプラス着こなしをカジュアルな要素を多めにしていく。そうすると、キザな印象が出ないわけですよ。綺麗めなハットを、その服装のラフな印象で打ち消すことができるということになります。その結果、キザな印象って和らいでいくわけですね。 例えば、僕も今そういった着こなしをしていると思います。かなり唾が長くて、綺麗めな印象のハットを被っています。まあ、さっきも言った通り、素材と色がカジュアルな印象なので、まあ通常のハットに比べたらそんなに綺麗めな印象ないとは思います。なんですが、唾が相当長いので、この時点で綺麗めな印象が出ているわけじゃないですか。で、ね、こういったハットを被るときは、さっきも言った通り、服装をカジュアルなものを多めにするわけですよ。 僕は今着ていますけども、こんな感じで、ちょっと緩めの T シャツを着ていただくとかですね。で、下はスキニーパンツとか、タイトなものじゃなくて、ワイドパンツ。ちょっとゆったりとしたパンツのものを履いていただくとか。当然パンツって細くなればなるほど、綺麗めな印象が強くなるじゃないですか。で、逆に太くなればなるほど、カジュアルな印象っていうのは強くなるわけですね。なので、ハットをかぶるときは、ワイドパンツを合わせていただくとか。 あとはですね、足元も革靴じゃなくてスニーカーを合わせていただくとか、もちろん全身をカジュアルにする必要っていうのは全然ありません。そうじゃなくて、どっかしらでバランスをとっていただくとかですね。例えばビッグシルエットの T シャツを着るのであれば、足元は革靴にしていただいても全く問題ないと思います。ビッグシルエットの T シャツの時点で相当カジュアルな印象は強くなります。ですから別に足元を革靴にしてもですね、そんなに綺麗めな印象強くならないと思うんですね。ハットを被っても、そんなにキザな印象出ないはずです。 なので、全身をカジュアルにする必要はないんですけども、いずれにしてもですね、カジュアルな服装を多めにして、ちょっとこうバランスをとっていかなければいけないと。そうじゃないと、キザな印象に見られてしまうということですね。逆に、綺麗めな要素を多めにしちゃう。例えばですね、綺麗めなハットをかぶって、服装ももう全部綺麗めなものにする。例えばもうパリッとした白シャツを合わせて、細い黒いスラックスを履いて、で、足元ももう革靴、綺麗めなスリッポンを履くみたいな感じですね。まあ最近はあんまりいないんですけども、アンクル丈のパンツ、 細いアンクル丈のパンツにローファーを履く。黒いローファーを履くみたいな感じ。こういった服装をしてしまうと、むちゃくちゃキザな印象が出ます。そこにハットを合わせてしまうと、本当にやばいですね。服装の時点でもう相当綺麗めな印象が出ているわけじゃないですか。若くして成功した IT 企業の社長みたいな印象が出るわけですね。まあ、それはそれで別にいいと思うんですけど、全然否定はしないんですけども。ただですね、やっぱりそこにハットを合わせてしまうとですね、相当キザな印象が出やすくなります。 もちろん、キザな印象にしたいと。そういうふうに思っている方は全く問題ありません。俺は別にカジュアルな印象なんかいられるんだと。他人受けなんか関係ねえと。俺、キザな印象で生きていきたいんだと。そういうふうに思っている方はですね、全く問題ございません。なんですが、やっぱり他人から見たときにですね、ちょっとオシャレに見られたいと。あんまりキザな人に見られたくない。そういうふうに思っている方はですね、服装を綺麗なものにして、そこにハットをかぶると。こういった綺麗なハットをかぶるとですね、あんまりおすすめできないですね。 もちろんですね、さっきも言った通り、ツバの長さとか、素材とか色、これで工夫していただければ、全身を綺麗めな服装にしても、まあまあバランスは取れるとは思います。なんですが、やっぱりね、難しいっちゃ難しいですよ。ハット自体が綺麗めなので、服装も綺麗めにしてしまうと、やっぱりバランスってのはかなり崩れやすいです。なので、ハットをうまく被りこなしたいっていうふうに思う方は、なるべく服装とハットのバランスを取っていくことですね。これをお勧めいたします。 着こなしをカジュアルな要素を多めにするということですね。はい。というわけで、今回は、普段使いしやすいハットの選び方と、あとは被り方。これをですね、3つお伝えさせていただきました。でですね、冒頭でもちょっとお話をした通りなんですけども、今の時代、ハットといえば、まさにバケットハットがトレンドになっているじゃないですか。バケットハットってのはこういったものですね。はい。画像を出しておきます。バケツをひっくり返した形なので、バケットハットというふうに呼ばれているんですね。 で、ハットの中でも、こういったバケットハットっていうのが、今まさにトレンドになっております。2、3年ですね。まあ2、3年っていうか多分下手すると4年ぐらいですかね。もうずーっとトレンドになっております。街中を見渡してもですね、こういったハットを被っている人、ほとんどいません。そうじゃなくて、やっぱりバケットハットを被っている人が非常に多いわけですね。もうバケットハットって、これあんまり言い方良くないかもしれませんが、おしゃれじゃない人も被ってるじゃないですか。この人多分そんなにおしゃれ興味ないだろうなと。 そういうふうに思っている方をバケットと最近は被っているわけですね。それぐらい多くの人に浸透してきている。トレンドになっている。ということになります。なので、こういったハットを被っている方、さっきも言った通りなんですが、非常に少ないです。まあ、昔流行ったことはあったんですけれども、今被っている人はですね、本当に少ないわけですね。ただし、これすごく大事なことです。これ何かっていうとですね、被っている人が少ないからこそ、おしゃれな雰囲気を出せるということなんですね。 これはですね、ファッションの結構僕は真理だと思います。ファッションコーディネートって人と同じことをやるとおしゃれに見られないんですよ。まあ別にこれ悪いことじゃないんですよ。僕今なんか悪いことのように言っていますけれども、これ全然悪いことではございません。当然人と同じ服装をすると安心感とかも得られるじゃないですか。世間的に浮いていないという安心感を得られると思うので、それはそれで全然いいと思うんですよ。洋服の楽しみ方の一つだと思うんですね。なんですが、これ見てくださっている方って、 多分、おしゃれになりたいと思うんですよ。じゃないと、ハット関連の動画って多分見ないと思うんですね。人と同じファッションをしたい方って多分こういったオーセンティックなハット、被りたいと思う方多分いないと思うんですよ。なので、この動画を見てくださってる時点で多分、人と違うおしゃれをしたい。そういう風に思っている方非常に多いはずです。そんな方はですね、このハットすごくおすすめなわけですね。なんでかっていうと、人が被っていないからです。 人が被っていないので、被るだけで差別化ができるんですよ。あの人なんかちょっと違うなというふうに思われて、その時点でもうおしゃれに見られるわけですね。一応これ僕ファッション20年経験あるんですけども、確実に言えることだと思うんですね。人と同じことをしていると、まず間違いなくおしゃれに見られること。これありません。そうじゃなくてやっぱり人と違うことをしているからおしゃれに見られるということですね。そういった意味において、おしゃれに見られたいという方はですね、ぜひこのハットを被ってみてください。まあこのハットというかこういったハットですね。 このオーセンティックな形のハット、ぜひ挑戦してみることをお勧めいたします。はい、というわけでこんな感じで今回は終わりにいたします。僕のチャンネルではですね、こんな感じで帽子に特化していろんな情報を発信しております。もし今回の動画いいなと思っていただけたら、ぜひですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、それではですね、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。